それでは高校以上男子 110m ハードル決勝のスタートです。それでは選手を紹介します。2レーン宮内弘明君ナルミル、3レーン長谷部宏樹君明石市、4レーン福田博之君西区、5レーン上野響君西宮市、6レーン山根雅人君西宮市、7レーン真所翔太君加古川市、8レーン田中浩君晴海区、9レーン広瀬達也君東灘区。以上の8名です。置いてあったところに一本あるんで、もしかしてと思ったんで、はい、ちょっと電話させてもらったんで、はい、はい、じゃあすいません、失礼します。顔だけで撮って15秒43、使い方で 0.4 点以上でした。